どうも皆さんこんにちは、クリムゾンナイトです。今回は11月1日に追加された混沌ばらし南雲さゆきの性能を見ていきたいと思います。どうやら今回のさゆきちゃんはスピード特化キャラのようなので、どのくらいそのスピードが攻撃に活かせているのか注目ですね。それではまずステータスから見ていきましょう。混沌ばらし南雲さゆきは前衛の物理タイプであり、HP と物理攻撃力は高めなものの、防御力に関しては最近のキャラの傾向からすると少し低めに設定されています。必殺技は2番目に遠い敵を対象とした単体攻撃で、全キャラの中で5番目に高い火力の必殺技になっています。また自身の行動速度アップの効果もついています。さゆきの必殺技が活かせるケースとは2つあり、一つが高い火力を活かせる幻影訓練、二つ目は階級戦です。階級戦に関してはピンポイントではありますが、スタン効果が非常に厄介な白石織姫の対策として使用できます。白石織姫は後ろから2番目に配置されることが多く、また物理防御力が低いキャラのためさゆきの必殺技が効果的です。ただ幻影訓練や試練の塔において最適解かと言われるとそうではないため、少し活躍できるんだなくらいに覚えておいてください。スキル1波2番目に近い敵を対象とした物理攻撃、スキル2波最も近くの敵を対象とした物理攻撃となっており、どちらも追加効果として行動速度アップがついています。行動速度アップの効果は行動開始から12秒後にようやく変化がわかるようになり、そこから徐々に攻撃回数が増えていきます。攻撃回数が増えることで必殺技が使えるまでの時間も短縮されていくわけですが、1ウェーブ中に使用できる必殺技の回数は平均2回と他のキャラと大差ない結果となりました。必殺技の回数が増えないと総ダメージ数もあまり変わらないので、ちょっと残念な結果でした。ただし玉魂や武具奉納により行動速度やスキル効果時間 TP 上昇を強化することにより1ウェーブ中の必殺技の回数を約5回までは増やすことができます。この回数がスキル効果アップ行動速度アップの玉魂を持たせた最強のフリータイマシー川澄かぐやと同等の攻撃回数になります。ここまで攻撃回数を増やすことでようやく他のキャラにアドバンテージを取ることができますが、幻影訓練などでしっかりダメージを出すことを考えると、玉魂の組み合わせは物理攻撃力アップ、物理耐震ダメージアップ、行動速度アップ、効果時間アップ、武具奉納強化は物理攻撃力、物理耐震、TP 上昇でないとマックスの性能を出せないのかなと思います。これは正直現実的ではないですね。またここまで優秀な玉魂が手に入れば別にさゆきでなくてもいいのではという話になりますね。ただここまでで言いたいことは、スキルによる行動速度アップの恩恵が受けづらいということであり、混沌ばらし南雲さゆきがかなり弱いというわけではありません。幻影訓練を想定した意見ですが、扱いやすさの面で朝タイブや川澄かぐやには物理アタッカーとして劣るものの、泉朝日よりは強いのかなというのは私の意見です。さゆきは瞬発力がない分、現状のクエストでは彼女の長所が活かしきれない部分がありますが、今後クエストでウェーブ数が増えたりすると一気に頭角を現す可能性があります。短距離走が得意な選手と思いきや、実は長距離走が得意な選手だったというわけですね。ということで11月1日に追加された混沌ばらし南雲さゆきの紹介は以上になります。最終結論としては、最強のフリータイマシー川澄かぐやを持っているのであれば、今回の射撃は我慢すべきでしょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。